皆さんこんにちは。今日なんですけど、少し面白い話題をご紹介しようと思います。すでにご存知の方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、今回私初めて Android Auto を導入しました。で、カープレイばっかりレビューしてたので、今回まあ Android Auto も少し知りたいということもあって、こちらの方の、まあ、激安のスマホの方を購入しました。これ1万4000円ぐらいのやつなんですけれども、全然使えますし、むしろ別に iPhone である必要がないなというぐらい、これ使えるアイテムです。 iPhone の10分の1ぐらいの値段の金額なんですけれども、十分使える、まあ、そういったものなので、いかに Apple に騙されていたのかっていうのがものすごく気づかされるというところもあって、まあ今後iPhone じゃなく、今後 Apple 製品じゃなくてもいいかなっていうふうにちょっと思った次第なんですけれども、それはさておいといて、これ Android Auto が使えるようにするために、 Android Auto のちょっとレビューをしたいなと思うために、こちらの方を購入しました。で、今日何が言いたいかと言いますと、実はこちら今 Android Auto の画面なんですけれども、ここを押していただきますと、なんと Android Auto でも YouTube 見れちゃうんですよ。で、おそらく、え、そうなのって思われる方がすごく多いんじゃないかと思います。これ別に Android Auto で YouTube 見れちゃうんだったら、むしろ AI ボックスとか別に必要ないじゃないかっていうふうに思うわけですよね。正直なところ私も正直そう思ったんですけれども、まあ、ただまあいろいろな観点で見てみると実はそうでもないよというところもあるので、それはちょっと後ほどご紹介しようと思うんですけれども、じゃあまずですね、著作権の問題もあったりするのでちょっと毎度めんどくさいんですけれども、こちらの方なんですが、私のチャンネルの方で恐縮なんですけれども、本当に動画が視聴できるのかっていうところをご紹介していきます。で、昨日の動画で行くんですけれども、はい、このような形でしっかりと動画の方見えるのがお分かりいただけると思います。で、音声しやかったかあるわけですけど、今この状態というのがもちろん音声も出ますし、走っている時でも見れます。で、何通りか表示形式があって、で、このようにマップと、で、こちら音だけと、こんな感じです。C03 っていう設定もありますし、こうしていただくと今ちょっと出ないんですけど、おすすめっていうなんか項目があるみたいです。私も Android Auto あんまり使ったことないので、また後ほどいろいろ分かったらご紹介していこうと思うんですけども、で、あともう一回こう押すと、このような項目が出てきます。で、今回、通常だとこんなに項目ありません、実は。で、なんでこれ YouTube 見れちゃうのって思ってらっしゃるかも、持ってらっしゃる方ももちろんいらっしゃると思います。それはちょっと後ほどご紹介するんですけども、で、あとですね、これ今回 AI ボックス使っていて、ここ就労するとこのような形で AI ボックスの画面が出てきます。で、今回ご紹介するのはまた後ほどアルファードの方でご紹介しようと思うんですけれど、こちらです。こちらのポーミドさんの新しく出ました AI ボックスになります。これプレイ AI ボックスって言って全く同じものです。まあ OEM ということで、若干この色合いとか、この辺の色合いとかがちょっと違ったりとか、仕様変更、またこういった文字の変更とか、仕様変更は若干あるんですから、基本的には同じものになっておりまして、この AI ボックスが、まあ正直私いろんな AI ボックスを今回使ってみたんですけれども、一番使いやすい AI ボックス。で、この上にですね、ロムとラムが 8GB の 128GB っていうのがあるんですよ。それが多分一番最高です。これ 4GB の 64GB だったんで、まあ下のモデルになるんですが、まあこれでも十分使えるものとなっております。で、これ何がいいのかっていうことなんですけど、例えば、著作権あるんで音止めます。
こういう感じで、まあ、動画を見ます。まあ、もちろん Android、もちろん AirBox なので動画見れるわけなんですけど、ここをします。はい。このような形で、Android Auto に切り替わっちゃうんですね。で、これ、CarPlay も同じなんですよ、実は。で、本来こういう使い方って、今これ当たり前のように見えるかもしれないですけど、本来こういう使い方できないんですよ。なんでかっていうと、Bluetooth と Wi-Fi の切り替えが必要になるからっていうことがあるんですけれど、これ、Z-Link っていうアプリがあって、それによって、これ、切り替えなくても、このように、相互作用で、相互に使うことが可能ということなんです。だから、こちらの AI ボックス上でもちろん、ネットの環境が整えられたりとか、あと、こちらの、Android Auto の画面で、で、もう一度、はい、このような形で、YouTube 見れたり、するわけなんですよ。ちょっとね、このソフト自体が少し癖があったりもするんですけど、まあ見れないことはない。っていうことなんですね。これかなり今までのおそらくレビューしていた中で、なかなかなかったコンテンツなんじゃないかなと、正直思うところだと思います。はい。で、これがまず一つ。で、これ、なんで Android Auto で動画が見れちゃうのかっていうことなんですが、実はこちらになってまして、このアプリ、ここなんですけど、このソフトを使ってます。このソフトを使ってます。ファーマタオートっていうやつなんですけれども、これを使うことによって、Android Auto でも動画が見れるようになるということになります。携帯の方見ていただくと分かると思うんですけど。これです。これを携帯の方でダウンロードしておけば、携帯の中に入れておいたアプリが全て Android Auto に表示されるかどうかっていうのはちょっとわからないんですけど、このアプリ自体を入れると表示はされます。で、ここを押していただくことによって、動画の画面が表示される。で、これ、ここのところになるんですけど、YouTube っていうのがあって、ここを選択することによって、YouTube が見れるようになります。まあ、その他いろんな機能あるんですけど、で、これ、ウェブブラウザーっていうのがあって、ネットは見れるかなと思ったんですけど、ちょっと車の中でやる感じだと、ちょっとネット見れないです。で、ディスプレイオーディオ以外で、ポータブルオーディオでやったんですけど、その場合は、Google とか使えたんですが、車だとなんかちょっと使えないですね。ちょっとその辺がちょっとわからないんですけど、YouTube は見れるということですね。じゃあ、これ、Android Auto でも動画見れるんだったら、AI ボックスとか別にいらないじゃんっていうふうに思われるかもしれないんですけれども、そんなことなくて、まず一つ目なんですけれども、これ、ファーマタオートっていうこのアプリ上でこれ今見てるような状態になってますので、で、選べるのって YouTube しか選べません。で、ここブラウザーって書いてあるんで、まあ、ブラウザーが開けばもしかしたら、他のものも見えるということになるとは思うんですけど、今現状で言うと、YouTube しか今見れないといった状況になっています。なので、じゃあ例えば AI ボックスのデータ言ったらどうかっていうと、はい。AI ボックスの場合はどうかと言いますと、AI ボックスは、YouTube とか YouTube Music もちろん見れますし、で、このように Chrome もちろんテキストデータ自体も見ることもできます。だから普通のネットの環境と全く変わらないということになるわけです。で、こういったファイル自体を開いたり、BLC という、まあこれは例えば SD カードの動画を見たりとかすることももちろんできるんで、そういった時に使うためのソフトになっています。まあ、あとは、
ドライブとか、まあ見ることももちろんできるんで、ファイルの管理をしたりすることもできるし、できるということですね。だからもうこちらはもう完璧にネットの環境が整ってるっていうことなんですけれども、この Android Auto のこのファーマット Auto っていうのは動画を見るためのソフトだということですね。で、AI ボックスはもう動画を見るだけじゃなくて、もちろんいろんなこうブラウザを開くことによってネット環境が整って、ブログが見たりとかもできますし、まあ、その他先ほどおっしゃったドライブレコーダーのアプリとのその連携機能によってドライブレコーダーのセッティングができたりとか、まあ、パソコンと同じようなスマホと同じような感じになっているので、まあ、その辺の違いがあるということになります。だから最近の人ですと単純に AI ボックス買うときに動画が見たいから AI ボックスを買うっていう認識で買ってるわけではないとは思うんですけれど、動画を見るだけで YouTube を見るだけだったら別に AI ボックスがなくても大丈夫ということです。ただ今回このノアボクシーのディスプレイオーディオで確認したんですけれども、 Android Auto がね繋がらないんですよね、私のこの今の携帯だと。でそれを有線でやってもちょっと繋がらなかったっていうことがあるんで、もしかしたらその車のオーディオの機器の違いによってAndroid Auto がつながるつながらないっていうことがあるんで、動画がもしかしたら見れないかもしれないですし、 Android Auto がつながるんであれば YouTube 動画ぐらいだったら見ることもできると。まあこの機能っていうのは普通の CarPlay アダプターの機能にとどまってるわけなんですけれども、 CarPlay アダプター自体もミラーリングの機能がついてたりもするんで、基本的には同じことができると。ただこちらの Android Auto に関してはタッチ式で操作ができるという、まあ、ミラーリングじゃないってことですよね。っていうところの違いがあったりということなわけなんですけれども、まあ、どういったところを最終的に求めるかということによって、Android Auto でファーマタ Auto を使って YouTube 動画だけを見るのか、また AI ボックスを使ってネット環境を整えて、動画のみならずファイルの展開であるとか、テキストファイルを見たりとか、でまたはドラレコ等のカー用品の連携機能をもうナビ上で整えるといった、まあ、そういった、まあ、やりたいことの違いによって AI ボックスが必要か必要じゃないかっていうところっていうのが、まあ、出てくるのかなと、まあ、いうことになるかなと思います。まあ、いずれにしましてもこのナボクシーに関してはカープレイアダプター使わないとこの Android Auto が使えなかったんで、カープレイアダプターは必要になってくるかなと。であともう一つだけなんですけど、これ前だけなんですけど、後席モニターを映そうと思ったらやっぱり AI ボックスが必要になってくると、まあ、いうことなので、まあ、その辺どのように考えるかによって、まあ、動画を見るだけだったらもう特にそんなにお金はかからない。もちろんワイヤレスじゃなくて有線だったらミラーリングっていう方法ももちろんあるわけなので、まあ、そういった見方ができるよということで、ちょっと今回はちょっと面白い内容かなと思いましたので、まあ、Android Auto を私今回初めて使い始めましたので、まあ、今後は AI ボックスをレビューしていくときには Android Auto を含めたレビュー等もやっていきたいなということで、まあ、今後ともよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いできることを楽しみにしております。失礼をいたします。